帰ってきましたね。ということで、どうしようかな。飲んじゃおう、とりあえず。ね、ダメだよ。かまぼこ好きなの、ダメだよ。じゃあ、いってきます。時間が始まりましたということでね、恥ずかしながら今日のスタートはお弁当の残りを食べているという感じで、もう企画力も何もない、本当に底辺の中年の本当に寂しい晩酌のような気がしてますけども、これでいいんです、これでいいのだということでね、あんまり考えないで、毎日、楽しんで晩酌をしております。こんなね軽いおつまみでもね、喉乾いてるんで2本目もねすぐ飲んでしまいます。うん、やっぱりねうまいよね。毎日飲んでるけど毎日うまいって感じるビールって本当俺すごいと思うんですよね。うまい。この時間が一番幸せだよね。もう完全に。できたー。レバニラ作ったー。うまそう。まだちょっとビール残ってっから、ちょっとビール飲もうかな。うまっ。今日のメインはパッパッと考えて、あ、レバニラ炒めにしようと思って簡単に作っちゃいました。うん、これはね、まあ定番でうまいっすよね。そして今日はこれ買ってきました。これなんて書いてあるの？なんて読むのこれ？一国門？一個門。これとこれでいきます。やばいよね。これはなんか、いいなんかやつっぽいから、なんか、そうだ。ソーダ割りで初めから飲んじゃうなんかちょっともったいないなと思って、ちょっとロックでいってみようかなと思って、ね、ロックでいってみたいと思う。こういうの気になるんだ俺、すっごい、こういうのは。あと今日もいってらっしゃい。今日もね帰りに買い物をしていて、あ、今日何食べようかなと思って、あ、レバニラ炒めにしようと思ってパッパッと買い物カゴに入れて、
でも私やっぱし夜の買い物ってすごく気持ち焦ってて、あ早く帰って早くお弁当作ってご飯作ってとか、シャワー浴びて早く酒飲みてとか、もういろんなこと考えながら買い物してるんで、で焦っているんですけども、さーってこうお酒コーナー見たら、おなんかちょっと風格ある芋焼酎あるじゃんみたいな感じで手に取ってみたら、あちょっといいな、値段もそこまで高くなかったので購入しました。で飲んでみた感じですけども、やっぱ芋のね香りが濃厚でスッキリとした味わいで本当に美味しかったですね。ただちょっと残念だったのが、レバニラ炒めを先に料理決めてたので、そこから芋焼酎っていうメニューを考えたので、焦っていたので、そこからまたメニューを組み立て直すってことしなかったんですけども、もうちょっとこう南国系の食事でも良かったかななんて思いましたね、うん。まあ、一番私がねこう焼酎で好きなのはこのゴーヤチャンプルとか、なぜか沖縄をイメージする料理、さつま揚げとか九州とか、そんな感じのメニューを食べてるとうまいんじゃないのかなって頭がそう思ってうまいと思っている感じもしなくはないですね。でもこの焼酎も飲んでみて、あ美味しいっていうこういうことなんだって、うん、本当に思いましたね。お酒って本当に奥深いし楽しいですね。毎日最高です。で今日は僕は辛いのがめっちゃ好きなんで、珍しくこれ辛ラーメン食ってみようと思います。でキムチね食べて、俺ね辛いのねめっちゃ好きなんですよ。で締めはこの最後桜島ちゃんをね、これはもうあれにするか炭酸にするか、俺ロッカーじゃないんだよね、どっちかっていうとできたっぽい俺。まだ曇っちゃうかな、これキムチ入れちゃおう。ちょっと韓国っぽいねこれ。今日の締めはこの辛い辛ラーメンにいたしました。いつも見てくれているマニアな視聴者さんはわかるかもしれないんですけども、私はそんなにあのラーメンを食べないんですね。それはカロリーがあるから食べないとかではなくて、なんか自分の目あの1日のメニューの中に入っていないだけで、酒飲みなんで、酒飲んでいる途中にラーメンを食べるっていうことをしないんですよ。で、食べ終わった後にラーメン食べる人いるじゃないですか。あれも私あんまりしないんですよ。食べ終わって飲み終わってすごくベロベロの時に食べたくなるものって結構牛丼とか食ったりするんですよね。だからラーメンってあんまり食べる機会がないんですけども、今日はたまたまちょっと辛いラーメン食べたいなと思ってチャレンジいたしました。恥ずかしながらこの辛ラーメンって初めて食べたんですけども、なかなか美味しかったですね。で辛み好きなんでキムチも投入して、ゆっくりと今日の締めの時間を味わっております。こうゆっくりね美味しいものを食べるとね、ちょっとあ幸せだなって感じれるのがいいですよね。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。絶望中年の毎日の宴、楽しく過ごしております。いつもありがとね。チャオ。